ご座公半球三宮駅にて、ジャンボ焼き餃子株式会社ご座公は、ご座公の商品名を冠する、回転焼きを中心に食品を製造、販売している、兵庫県姫路市に本社を置く企業である。社名、品名はお買い上げたまわり、ありがたく、ご座公という感謝の意に由来する。ご座公の商品名で、回転焼きを製造、販売しており、 小座工の手焼きを担当する職人も200人以上在籍している。全国にチェーン展開を行っており、北は北海道から西は広島、徳島まで広く親しまれている。2020年7月時点で74店舗を出店している。また、小座工と同様の見た目を持つ和菓子については地域によって今川焼き、大金焼きなど呼び名に差があり、 一部の地域ではこの携帯の和菓子そのものを指して、ご座工と呼ぶこともある。主力商品である小座工以外に、姫路市をはじめごく一部の店舗では、もう一つの人気商品、ジャンボ焼き餃子が販売されている。ジャンボ焼き餃子は、姫路駅地下街、山陽百貨店地下街で購入できるが、全国販売はされていない。 また、ジャンボ焼き餃子販売店では、格安のラーメンを食すこともできる。本社及び工場は、JR 姫路駅南東にある。直営の工場ショップでは、出来立ての餃子子を購入できる。1日に2回、無料の工場見学も開催している。2009年6月20日には、この隣接地に、あずきミュージアムをオープンさせた。あずきミュージアムのキャラクター、あずきさんが、 ミュージアムキャラクターアワード2012において2674票を獲得し1位に選ばれた。小座高の案に使用している小豆の品種、エリモショーズが落葉病という小豆の病気に抵抗性がないため、作付けが年々減少していた。大病性品種から代用品種を模索するも、味や生産の面で問題があり、適したものが見つからなかったために、将来に、 危機感を覚え、2005年自社で育種を開始した。エリモショーズと既存の大病性品種との交配の結果、12年の時を経て2017年に大病性を備え色と味が当社商品の案に適した新品種紫さやかを作出した。これは普通小豆としては民間発の新品種であり、2020年1月現在、 出願中である年4月出願同年9月9日、高評同社と株式会社バイオテックとの共同出願。ありがとうございます。